中田キャプテンに伺っていきます。この景色、キャプテンにはどう映っていますか？いやもう最高の景色です。苦しいシーズンがこの秋のリーグ戦序盤から続いたと思います。どんなシーズンでしたか？そうですね、2節終わってから監督さんと冗談で今年は入れ替え戦だなとかそういう話をしてた中で、やっぱりそこから選手全員切り替えて明るくとにかくやっていこうっていうふうにやってきて、最終的にこういう結果になって本当に良かったと思います。武田キャプテン、個人としては中心バッターとして打席でも気を吐く安打がありました。この試合での自分の成績振り返っていかがですか？いや、ちょっとできすぎかなと思います、はい。そしてライバル慶応は年間の中でも何度もオープン戦をしている相手でもありました。改めて戦ってみての印象はいかがですか？そうですね、監督さんもさっきおっしゃってたんですけど、やっぱ慶応大学っていうのは大学野球の原点だと監督さんからずっと言われてたので、その慶応大学さんとこういう舞台で対戦できたことは本当に嬉しく思いますし、そこで勝利できたっていうのもこの先の自分たちの人生で大きな自信になると思うので、本当に良かったと思います。ありがとうございます。続いて佐藤浩一選手に伺っていきます。熱いものが込み上げてきている見えるんですけれども、今の思いを教えてください。苦しかったんですけど、ほっとしたっていうのが本当に一番です。次々と好投手が相手マウンドに上がってくる中で、どんな思いでバッターボックスに立ってましたか？前回の関東大会では、自分クリーンアップとして、全然いい成績残せなかったので、どんなピッチャーに対しても、やっぱチームを勝たせる打撃っていうのを、意識しながら打席に立ちました。今日の自分の成績っていうのは褒めてあげることができそうですか？できそうです。そして中央学院大学、終始非常にいい雰囲気ベンチにありましたよね。どういった意思統一があったんでしょうか？1年生から4年生まで、そういう上下関係っていうのは、全員が仲いいので、その仲の良さが、今日は一番だったかなというふうに思います。では佐藤浩一選手、最後の質問です。この4年間今終わりましたけれども、4年間振り返ってみて、この瞬間というのを思い教えてください。苦しいことだったり、辛いことっていうのが、たくさんあったんですけど、やっぱ大学野球で日本一取るために、中学院大学に入ってきたので、それをこういう優勝という形で終われて本当に嬉しいです。佐藤浩一選手、ありがとうございました。ありがとうございました。快進撃をさらに続けていくであろう後輩、そして今回応援してくれた方々への思い、最後に聞かせてください。いや、本当にいろんな方の支えがあって、こうしてこの舞台に立てていると思うので、いろんな人に支えてくれた人に全員に感謝しながら頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。初優勝です。中央学院大学、武田選手。